旧駅舎、脇本駅は、秋田県大菓子、脇本脇本麻局電にある、東日本旅客鉄道大賀線の駅である。かつては、石油資源開発の専用線が接続し、そこに、猿川油田からパイプラインが繋がっていた。日本国内唯一の原油輸送が当駅から、船川港駅まで行われていたが、2001年に、タンクローリー輸送に切り替えられ廃止された。 1914年開業以来の木造平屋建て駅舎が100年以上にわたって使用されてきたが、老朽化に伴い2016年9月23日から建て替え工事が始まり、9月28日から仮駅舎での営業となっている。新駅舎は寒風山をイメージした木造平屋建て9.8平方メートルとなり、同年11月29日より新駅舎の使用を、 開始している。島式ホーム一面二線を持つ地上駅。駅舎とホームは校内踏切で連絡している。1914年に開業した当時からの木造平屋駅舎約120平方メートルがそのまま使用されているが、管轄する JR 東日本が秋田支社では建て替えを発表し、2017年現在建て替えが完了している。 土崎駅管理の無人見駅。2011年3月31日までは、小賀子が業務を自宅する簡易委託駅であった。JR 東日本によると、2009年度までの1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。ありがとうございます。